です。DNA バラルス。田舎の女だよ。イケメンが勝つ世の中も世も末だよ。KENTA どうもケータです。編集大変にするんだぜ。最後ね、なんとあのグループになったということで、ね。そうですね。昔から三能バラルスは見せたんですけど、うん、今回ねいよいよ憧れの人とコラボということで。憧れですか？憧れではない、ごめん。憧れじゃないけど、ずっと見てたら本当だ。はい、で本日の企画なんですけども、はい、なんと自販機で1万円使い切るまで買えません。ジュースしかなくない？そう、基本ジュースなんだけど、はい、こちら見てください。秋葉原にやってまいりました。はい、で秋葉原なんでね、あの様々な自販機があるわけですよ。 おでんからカップラーメンからいろんな自販機があるわけですよ。ああなんでそこでちょっとチャレンジしていこうかなっていう感じなんですけど、はい、あの1000円ガチャはなし、あ、1000円自販機はなしです。わかりました。ってことで早速やっていこう。早速ここでやっちゃうから、1回とりあえず全員、うん、あの1万円を崩すためにね、まずあのAKB のね、あれで買いました。バカにしてんな。先輩この700円は含めないよ。おっ、まあ、腹蓄えただけだ。ただ、そう、ただ腹たぶたぶになるだけじゃん。おっカステッカーは誰？めっちゃムス。まあ、鏡見て喋る。間違いで。あ、でも皮、あ、そう見るとやっぱ左側か、そう、かわいいな。ごめん、かわいかった。早速やっていこう。じゃあまず俺からね、はい、ちょっと眠いんで俺、レッドブルからいきます。こいつ毎日飲んでんもん。そう、210円だからね、コスパがいい。でも腹たまるかもしれない。そうだね、腹たまるわ、あれ。え、これしょんべん我慢しなきゃいけないとかないよね。いや、しょんべんはね、出しない。あ、ちょっと待って、そうだわ、お前やめろよ。いや、いけるっしょ、飲みたいもん飲まないと。分かってないぞ、こいつら。お前、後半絶対辛いかんねん。こっち聞いてくるよ、これこのサイズで160円は。これはちょっと得だよね。左手に持ってるやつを飲み切ってからスタート。なんでお前、みんなで飲もうよ、これを。甘いんだよ。いや、バラバラと分かち合いたくない。一番量が少ない。はい、オロナミン C ね。扱い。これ高いね。いや、あのね、もうこれから苦しくなるから、もう好きなものをね、最初飲んで。オッケーオッケー、そうだね。苦しそうな顔すんな、一本目で。中盤の顔じゃねえか、それ。0本目だよ、こっち。500のほうに超ちっちゃく見える。あ、これ500だったの。500だよ。ちっちゃ。ちっちゃ。え、これってその場で飲まないといけないやつ？そうだよ、もちろん。やらせやんないの？やらせやんないよ。全然減った。早くも遅くもね。早くね。お前も。あ、お前。汚ねえな。いらない。何を映せないみたいな。一つの動画にデブさんにいらないんだよ。一人でいいんだよ。はい、でとりあえずね、2本ずつぐらい飲んで、まあ1000ちょいか。まあそうだね。まあ1000ちょいですね。ちょっと飲み物だけだときついんで、ね、自販機移動したいと思います。せーの。あー、ここか。うわ、めっちゃあるやん。うわ、すげえ。焼き鳥コーンあるよ。焼き鳥ポップコーンあるよ、ポップコーン。はい、じゃあね、秋葉原でもね、秋葉原でかなりの種類のね、ジャンキーがあるんで、はい、ここでならね、ちょかなり使えると思うんで、やっていきたいと思います。うっ、一人一人なんかちょっと買いたいのをまず買っていこうか。あ、買ってきます。うん、じゃあまずマー君から。うわ、ほんといろんなのあるよ。ほら、焼き鳥とか熊カレーとか。じゃあちょっと、秋葉原って言ったらやっぱおでん缶。はい、どうぞ。無難に買っちゃって330円です。デブが来ちゃった。全員デブが来ちゃった。デブの3連単競馬みたいに言うんじゃない。はい、マーカーおでん缶ですね。330円。330円。これちょっと待って、見て、みんなの鈴ってこれ需要ある。これ鈴1900円。いらば。これ常温でしょ。常温なの。常温ってきつくない？これね、買いたいなの。何？これ見てください、皆さん。マフィン。これ口パサパサになるね。飲み物も進むし。あ、そうかそうか。そうそう、一石二鳥ね。一石二鳥なのよ。うん。冷えてる。お、本当に？なぜ？余計のせマフィン。これ常温が良かったんだっけ？マフィンの温度じゃねえ。本当に？はい、俺じゃ990円。ちょっと兆しが見えてきましたね。990円。990円。ずる。この気になる謎のこの36番、箱みたいなやつ。そう。460円ですね。はい。ただパッと見えた。セックス旅行って書いてあった。あ、本当？ない。なんか入ってるよ。お、気を感じます。開けるのは。そうね。そうですね。みんなで買おう。次。バナナくん。いや、俺これココナッツミルク。あ、はい、890円。890円じゃん。しかも、うん、飲み物。わーし、うわ、やべえ、ボンドみたいになってる。ボンドじゃん、それ。現役、これ現役だよ。いやー、きつい。それ現役なの、これ。それ面白い。いや焼き鳥食べたい。冷えた焼き鳥はきついぞ。冷えてるんですか、これ。おでんもきついだろ。面白くするね、どうも。面白くするんだ。触ってみてください。一応じゃあ最後。うわ、冷たっ。
冷え冷え冷たアウト買ってない人はいじゃあね、桃缶を食べたかったんだけどさ、これ、あ、いいね、あれ、あれがない関係いなくない関係なってるでしょ、なってなくない信じるよ、ほら、だってほら信じるよ信じるよはい、桃缶買いましたあー、切り場所ない切り場所なしはい、じゃあね、とりあえず買い終わりました。ちょっとね、みんな買ったものね、一旦僕はね、こちらのマフィンですね、ちょっと開封してみます。どんぐらいワンパンか。え、なにこれ、なになに、なになに、おー食いたくな、ザ・マフィンだ、本当に迷惑なことに2個入り。じゃあおでん缶いきます。おでん、あ、来たね、どうですか、本当ちゃんとおでん、本当におでん、いろんな具材が入ってて。じゃあ自分、じゃあ焼き鳥、焼き鳥、はい、どうぞ。いやけど冷たいんですよね。なので焼き鳥もどうやったらいいの。確かに、うん、え、待て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 、うわー最悪、ゲボやん俺やっきさく、あら、え、あら、うわうわうわ、俺知らね、なんかそこの階だけ一番楽してる感じします。